最新リハーサル写真も、佐久間大介、スノーマンドームツアー2024ネーズ、北海道公演の実況報告。11月9日、10日、北海道、大和ハウスプレミストドーム、札幌ドーム、より5大ドームツアー、スノーマンドームツアー2024ネーズをスタートさせたスノーマン。そのメンバーの佐久間大介が自身の X、旧 Twitter にて、北海道を満喫する様子やリハーサル風景を公開した。スノーマンドームツアー2024ネーズ、初日の北海道、大和ハウスプレミストドーム、札幌ドーム、デイワンを無事終えた佐久間は、ハッシュタグレーズ初日ありがとうございました。と感謝のポストを投稿。さらに、先ほど投稿された佐久間の最新ポストでは、ドーム内でリハーサルする自身の姿を公開。横を向いた佐久間の全身に近い形で捉えた同写真。ガランとした客席をバックにボトムスポケットに手を入れてポーズを決めている。どんなステージパフォーマンスが繰り広げられるのか、ファンの期待は一層高まったに違いない。